緒濡れじゃん。知ってる、ヤンキーは傘ささないんだよ。何それ。エイちゃん風邪ひいちゃうよ。ほらタオル。サンキュー。カバンにあるけど、もっと大ぶりになってからささないとな。マジでささないじゃん。傘二人とも持ってたら、忘れたとかなくしたとか言って入っちゃえばいいじゃない。お、どうした女の子。ねえエイちゃん、今日は一緒に帰ろうね。え、うん。え、あれこれって、あいあい、自分の恋より人の恋か。いやまあそんなこともないと思うんですけど。なんか見守りたくなっちゃうのよね。